日本のマスコミではあまり報道されていない、だけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです、うん。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。うん、あ、ドンパチ続く中東から お知らせしましょう。はい、すっごかったよ中東が。またすごく大きく動きましたね。動いたよね。サウジアラムコの製油所がまた爆発しました。うん、おね、サウジアラムコっていう言葉を単語を発する25歳の女の子って日本にあんまおらへんのよ。サウジアラムコサウジのお話ですよ。サウジも結構動いたんですよね。はい、15日火曜ですけれども、はい、まずはサウジアラビアです。うん、でですね、15日火曜サウジアラビアの東部ですね、はい、にある製油所が爆発しました。で、作業員少なくとも2名死亡ということです、はい。原因はね、詳しいこと発表されてません。うん、とりあえず爆発したということだけ伝えられてますね。はい、とですね、動いたのはその後のことですけれども、うん、サウジアラビアのリヤドですね、うん、でロシアのプーチン大統領とサウジアラビアのサルマン国王が会談しました。はい、でサウジアラムコがですね、ロシアに投資するっていうことが決まりました。合意で決まりましたね。はい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 、であと宇宙とか保健衛生、文化、あと AI とか、うん、いろんな分野でですね、20以上の調印がされたらしいです。へえ、超協力体制に入ったってことですね。はい、もうだからなんちゅうの、シリアの、シリアここにありますよね、うん、シリアのアサド政権、うん、現政権ですけどもの後ろ盾もロシアです。で、うん、いやいや兵じゃないだろうん、でシリアは、うん、サウジはそのシリアの反体制派、反アサド派っていうのを支援してきたわけですね、うん、今までね、はい、でサウジはですね、スンニ派が多数を占める国です、イスラム教徒のね、うん、で敵対してるのはイランです、はい、イランはシーア派ですよね、はい、うん、でイランを支援してる仲いいのもロシアです。おう、っていうことでね、うん、ロシアがものすごいみんなと仲良くなってきてるんですよ、中東の。ああ、はいはいはい、すごくない？その上に、上では北にあるトルコも仲いいですかね。仲いい仲いい、はい、仲いいですよ。っていうことでね、うん、そのアメリカがね、うん、また抜けてきたんですよ、支配力が、はいはいはい、中東での支配力が抜けてきたのか抜いてるのか、うん、よくわかんないんですけれども、最近ちょっとイラクのことを見てもですね、トルコのことを見てもですね、うん、トルコから撤退したんですよね、この間。あ、はい、7日です、7日かな、うんうん、撤退したんですよね。でそこら辺でトルコとシリアのパワーバランス崩れたんで、うん、それでいろいろ起こったんですけれども、今週もロシアがどん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 力を得ていってるような感じがしますね、中東での、うんうんうん、でまあそれは置いといてですね、次イラク、イラクでの抗議者の殺害にアメリカが関与。はい、先週言ってたのはですね、バグダッドを中心としてデモが起こってですね、うん、はい、まあ、基本的にはその現政権になってから何も生活が改善してないのと、うん、あの数年前まで IS っていう組織が、テロ組織がこのイラクっていうのを占めてたんですけれども、うん、まあ、北側の方ですかね。そうですね、うん、でそれを、まあ、今の政権追い出してくれたのはいいけど、その後電気とかもう普通の生活するにもままならんやないかいと、うん、困窮するばかりやないかということで抗議者がバッと出たわけですね、はい、でそれで抗議者とそれに対抗するその政府側、うん、まあ、警察ですねが衝突してたんですけれども、どっちも撃ってるスナイパーがいたというふうに先週は言ってましたけれども、はい、それがですね、実はアメリカが関与してるんじゃないかということが分かってきましたということですね。我事じゃねえわ、うん、でこれはですね、イラクの民兵組織の一つの AH っていうところがあるんですけれども、うん、この代表の方がですね、現存する証拠から、うん、イラクでの最近の抗議活動での市民や治安部隊の殺害にアメリカの関与の痕跡が見られることを明らかにしました。はい、これね、もう一個一個の民兵組織とかを、ま、何々派とかどっちについてて、うん、この戦争の時は どっち側についててとかちょっと説明していかんとわけわからんくなってくるんですけれども、ほうほう、そこら辺また今度やろうかな。やる、誰が見るお前でも、うん、ここはですね AH っていうとこはシーア派の、うん、
民兵組織のマハディ軍っていうところから離脱して、うん、こう AAH っていうところを作ったんですね。ほう。でこのマハディ軍っていうのはイラン革命防衛隊からアドバイスとか訓練とかおよび資金面で、うん、支援を受けてるっていうところです。隣のイランから受けてるわけですね。そうですね、うんうん、1万人ぐらいいるって言われてますね、はい、結構だから大きな組織っていうことになります、うん、なんでこの AH もイランから基本的には同じ流れで思想とか資金提供元とかっていうのも同じだろうということになりますね。だからイラク側というふうに考えてもいいんですけれども、うん、だからアメリカをね批判するっていうのはまあそのままの流れだなっていうふうには思うんですけどね、うんうん、でイラクの最近の暴動の裏にはアメリカと同国の悪名高い軍事会社ブラックウォーターが存在するということで、あんまり言うとあかんかった一つのあかんな怖いな今はちょっと会社名じゃなくなってるみたいなんですけどね、うん、これはネイビーシールズ海軍ですよね。海軍の方が作ったブラックウォーターっていうところです、うん、まあ一番民間軍事会社としては世界一有名ですよね。うん、あ、まあそうか、うん、なんかイラク戦争の時とかね、うん、めちゃめちゃ下言うて、まあ、いろんなとこで批判されているっていうところです。まあ、これは別に言ってもいい話と思いますけど、うん、イラク戦争の時とか、まあ、戦争やからアメリカ軍が戦っている映像は日本、うん、世界中流れましたけど、うん、あれはすごく作られた映像で、うんうん、イラク戦争でほんまに戦ったアメリカ軍じゃなくて傭兵なんですよね、うんうんうん、ほとんど今の戦争って軍戦ってないですからね、うん、だって軍人さん死んだらすごいお金払わなあかんそうです、ね、だから傭兵は取ってこう民間組織が戦ってるんですよ。でそこを映さずにアメリカ軍が戦って、うん、なんかいうかっこいいところだけ世界のマスコミ集めて流してこれは戦争だっていうふうに思わされてるんですけど、実はほとんど傭兵が戦ってるっていうのが今現状ですよね。そうですね、うん、でブラックウォーターのお前たちは誰なんですかね。誰なんだ。だってそんな一般のネイビーシリーズが武器なの買えるわけない。そうやね。誰がお金出したの。いやいや誰がお金出したのかねみんな宿題だよ、うん、これ一個一個調べてたらすごく詳しくなるからでですね、このブラックウォーターの、まあ言ったら、まあ、アメリカとブラックウォーターっていう表現をしてはるんですけれども、この代表の方は黒い水。そうです黒水怒られるから黒水です。黒水さんのところの目的は何だって言ったら、うん、イラクの治安部隊の力を消耗させることがまず一つですね、うん、あと今民兵組織のハシャド・アルシャビっていうところが力を持ってる地域があるんですね、うんうん、そこがテロ組織のもともと ISIS がおったところ、それを相当したのんですけれども、この民兵組織が、はい、でここのハシャド・アルシャビっていうのをやっつけようとしているということなんですよ、うん、実際にですね9月末なんですけれども、何週間かにわたってですね、このイラク各地にあるハシャド・アルシャビの拠点がですねアメリカに攻撃を受けてました、うんうん、で9月末にはですね上空にアメリカの無人偵察機が来ましてですね、うん、でそれに対して射撃して撃退したっていうふうに伝えられてます。ほうほうほう。ということでここにですね治安上のその空白地帯を作りたいということが挙げられてますね、うんうん、この方が言うにはですけれども、なんで空白地帯を作れたんですか。作りたいんでしょうねなんでか聞いてるんですけどわからないからそうなんですよ、うん、でね、まあ、こんだけ動いたんですけれども、はい、もっともっと動いたのがシリアとトルコなんですよ。あ、はいはいはい、うん、その前にイラン、うん、イランはですね石油タンカーが爆発しました。うん、イランの国営メディアですけれども、その発表によると、うんうん、もうね、サウジアラビアのこの西の、あ、じゃあ西だからこっちだね、すいませんね、レッドシーですね、紅海の方ですけれども、うん、こっちでですね、イランの石油タンカーが爆発を起こしたと。ほう。で、タンカーを保有するイランの国営石油会社はミサイル2発だと攻撃を受けたっていうふうに発表してます。はい。ミサイル2発受けて攻撃とかで済むんやね、今のタンカーって。どういうことですか。沈まん？あ、大きいからじゃないね、それはタンカーは。あ、そうか。いや、沈めるミサイルでもないかもしれない。ああ、なるほどなるほど、うん、誰が思ったんですか。まあ、サウジアラビアじゃねえのこの位置関係的に言うともうそんな分かりやすく。お前ね、うん、で、これこういうのって大体2発なんですよ。おう、2発って多いないですか。
報道って。なんでなんですか？多分あれです、あの流れ弾とかたまたま当たったとかいうのを避けるため。あ、確実に。そう、攻撃目標に俺らはなってたんやっていうのをアピールするために2発複数発が着弾したっていうふうに言ってると思うんですけれども、はい、軍隊で一番最初の知られることは絶対2発撃てと。うん、1発だったら死なないかもしれないからということですね。うん、そうですね。そういうことで確実性を高めるためにね、まあ、サウジアラビアね、どうなんでしょうね、分かんない。実際にこの攻撃あったんかも分かんないしね。だんだん大丈夫ですかこの辺の話は。え、大丈夫でしょ、だってニュースで書いてあったもん。だから書いてあったからって何でも言ってわけじゃないぞ、 YouTube で。そうなの。そうか、そうかそうか。でもやっぱり、うん、そうなんですよ、難しいところでね、うん、僕たちが生きてる情報の情報網ってイギリスとアメリカがトップにいる情報もなんですよね、はっきり言って。ほう。だから Google とか YouTube もそうですよ、もちろんアメリカ企業なんでね、うんうん、その、まあ、言うたらこのトップの人たちに都合の悪い情報っていうのは基本的に流してダメなんですよ、うん、都合のいい情報だけ僕たちには流れてくるわけです、はい、他のいろんな情報もあるんですよね、ロシアがトップとか、うん、イスラムの方がトップとかね、うん、でそれぞれに情報網があって、その情報網の中で支配者がいるわけです。 その人たちにとって都合のいい情報だけが流れるわけですね、うん、ロシアやったらプーチンさんの悪口は絶対出ない、中国やったら習近平さんの悪口は絶対出ないですよ、うん、っていうような情報の中で生きてるんで、僕らがやってるのはちょっとまずいかもね、だから。ふと終わりに帰り。でも、まあ、でもアメリカが関与したとかはあんまり言ってないし、さっき言ったな。じゃあ次の話参ります。はい、だって世界を、ね、支配するときまずお金を通貨発行権を取り、次に取ったのは情報ですから、うん、情報です。それの情報でいっぱい嘘を流して大もかなり大儲けしてっていう歴史やから、うん、ね、うん、うちは仮想通貨を応援し、通貨発行権を脅かし、うん、情報も脅かし、うん、もうやばいやんか。うまいな。もっとなんちゅうかいい番組になろうか。支配者にとって忖度、ザ忖度。見えない力に対して忖度する。カルノ TV です。というわけでですね、はい、もう中東がもうぐらぐら揺れてますね。中東全体はねちょっと揺れてきたんで、うん、また引き続きですね、来週以降も最新情報をお届けしていきたいと思いますので、はい、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いいたします。メルマガとラインアットも登録お願いします。ぜひねボタン、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。ぜひ皆さん高評価をしていただくと、この動画 YouTube で評価されいろんな人に見てもらうことができます。そうすればですね、このような日本で報道されないけども知っておくべき真実というものをより多くの方に届けることができますので、ぜひ皆さんの力をお貸しください。はい、あと動画説明欄の方にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください、はい、それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。